ボヘミアのルドミラは、チェコの殉教者で、聖教会とカトリックの聖人。聖、ルドミラとも、ボヘミア公バーツラフ一世の祖母として、広く知られる。873年、ルドミラは、ボヘミア公では、最初のキリスト者となる、ボジボイ一世と結婚した。夫婦のキリスト教への改修にあたっては、聖、メトディオスが力を尽くした。受洗の後、ボヘミアで、 最初の教会をプラハの金号に建てている。しかしながら、ボヘミアをキリスト教国へ変えようとする彼らの試みは当初は受け入れられず、一度は非キリスト教徒によって自国から追放された。後に夫婦は帰国し、ベローン金号のテティーンに引退するまでの数年間訓練した。ボヘミア公は息子のスピチフニエフ一世に継承された後、 その弟のブラチスラフ一世に引き継がれたが、921年に、ブラチスラフ一世が死去すると、その息子のバーツラフ一世が、ボヘミアの新たな支配者となった。彼女の孫にあたるバーツラフ一世は主に、ルュドミラによって育てられ、ルュドミラは、殺生の役割を果たした。聖リドミラの暴殺バーツラフ一世の母ドラホミイラは、ルュドミラのバーツラフへの影響力に嫉妬するようになった。 ブラチスラフ・一世が死去した後、ボヘミアは、ヒキリスト教徒の手により運営されていたが、リュドミラの影響を受けていたバーツラフ・一世は、キリスト教の維持を支持したため、ヒキリスト教徒であったドラホ・ミイラは、リュドミラと対立を深めた。ドラホ・ミイラは、上流階級の男二人を暗殺者として、テティーンのリュドミラの元へと送った。ドミラ伝の一部では、 この時、リュドミラは彼女自身のベールで考察されたと伝えられる。これにより、リュドミラは、セイミカイル教会に埋葬された。リュドミラは、その死後、短期間で劣勢された。925年には、劣勢の手続きの一部として、聖人聖堂へと改装されている。劣勢後、ルドミラは、 ボヘミアの守護聖人として数形されるようになった。また、ボヘミアのほか、回収者、チェコ共和国、公爵夫人、隕石問題、未亡人の守護聖人と考えられている。記憶日は9月16日として祝われる。ドボルザークは、1885年9月から1886年5月に、かけて、オラトリオ、聖、ルドミラを作曲した。 この作品はリーズ音楽祭のためにリトルトンから委託されたものであった。ありがとうございます。